はい、こんにちは、レトスのおのです。7月29日の3問に入る前にご連絡させていただきます。え今年の合格を目指す短期集中実力アップ講座はえ募集終了まであと2日となりましたえ。今年絶対合格しましょう。短期集中実力アップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認いただけます。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の建物、1000万円ですね。これにつき A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に売り主 A の過失により建物が滅失してしまった。この場合 B は A に対して契約解除もしくは損害賠償請求ができる。丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは、えー、×ですね。 結論、どこが罰かというと、契約解除、もしくは損害賠償請求、このもしくはが誤りなんですよ。これ、どっちもできるんですね。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したとき、滅失ってこれなくなるってことです。つまり建物がなくなっちゃったってことですね。この場合、責任のある方の債務不履行として扱われます。今回は、 A の過失により、売り主 A の過失により建物が滅失してしまったんですよね。これ例えば、タバコの不始末とか、売り主がタバコの不始末で契約した建物を燃やしてしまったと。この場合、売り主 A の債務不履行になるので、まあ、A が責任取るって話なんですよ。だから結果として B は A に対して契約解除することができますし、損害賠償請求をすることもできますよと。まあ、いうことですね。 なので、契約解除だけじゃなくて、合わせて損害賠償請求ができるので、誤りだということです。まあ、とりあえずはね、このポイントをちゃんと覚えておきましょう。ただ、えー、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては、まあ、卓券試験の重要ポイント、網羅できないし、整理できないんですよね。宅検試験で覚えるポイントって、非常にたくさんあるんですよ。で、それをちゃんと網羅した上で、自分自身で整理していくってことをやっていかないと、覚えなければいけない、えー、ポイントっていうものが頭に入らないんですよね。 結果としてどれだけ勉強しても頭の中が混乱して合格できなくなります。なのでこういった点っていうのはつなげて勉強するっていうのが非常に効果的なんですね。じゃあこの問題について何をつなげて勉強しなければいけないのかっていうところがポイントなんですけれども、ちょっとここまで話すとですね、長くなっちゃいますので短期講座でお伝えする形になります。 ま、こういった部分が理解学習なんですよね。こういった部分を早い段階から始めるってことがすごく重要なんで、もしね、あの自分自身で繋げて勉強するとか理解学習できないっていうのであれば、ぜひ短期講座ご検討ください。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問い2に入ります。クーリングオフですね。宅建業者でない買い主 B は 宅建業者 A に対して A 所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い自宅でこの説明を受けて即座に買い受けの申し込みをしたと後日勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合 B は売買契約の解除はできないルかツかという問題ですで答えは丸です解除はできませんえ申し込んだ場所と 契約を締結した場所が異なる場合は申し込みをした場所で判断するんですねえ今回の問題でいうと申し込み場所ってどこかっていうと飼い主が自ら自宅で説明を受ける旨の申し込んだ場合における自宅ですよねつまり自宅で説明を受けますよって言って自宅で申し込みをしたということですでこの場合っていうのはもうクーリングオフできないんですね従って B はクーリングオフによる契約解除はできないので丸になるということです そして、クーリングオフについては、解き方、考え方があるんですね。で、それに従えば、引っ掛け問題であったとしても、すべて解けるんですよ。ただ、ちょっと説明すると長くなりますので、え今回、すいませんえ、省略させていただきます。この点については、短期講座でお伝えいたします。で、建築基準法です。高さ、〇〇メートルを超える建築物には、え周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に飛来設備を設けなければならない。 この〇〇メーター、これは何メーターでしょうかという問題です。実際このような穴埋め問題でないんですけども、この数字は覚えていただきたいので、穴埋め問題にしております。で、飛来設備っていうのは、まあ、雷が落ちた時に、その雷のエネルギーが建物の中に入らないように、つまり、マンションとかだったら電化製品とか家にありますよね。そういったものが建物にバーンって落ちた時に、壊れないようにするために、マンションの屋上とかに設置しておく、まあ、設備、みたいなイメージです。 で、これについては20メーターですね。20メーターを超える建物については原則、飛来設備を設けなければなりません。で、この点については語呂合わせで覚えた方が早いので、短期講座の受講者様は語呂合わせで覚えましょう。受講者専用のメルマガの方にえ記載しておきますので、そちらご確認いただければと思います。そして初めにもお伝えをした短期集中実話カップ講座の募集終了まであと2日となりました。効率的な勉強ができれば、今からでも間に合います。 今年絶対合格したいという方は動画の下の概要欄から短期集中実話カップ講座がどんな内容なのかぜひご確認いただければと思います今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうレトスの小野でした